膝元へ持ってきました。ワンボールツーストライク。高めのボール、この打球はファウルグラウンドへ。ファウルになります。変化球が低めに外れます。見逃し三振、ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。バッターボックスは5番堂林。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。しましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これが3球目。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。堂林、これが今日の初ヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返しました。いやー、ここはうまくバットが出ましたね。いいバッティングでしたよ。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターボックスには菊池、そして一塁ランナーは堂林。まあ走ってくるかもしれませんよね。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。さあ、ツーアウトですが、追加点のランナーを置いています。バッターは二村、そして一塁ランナーは堂林。まあ、彼がランナーなんで、ここは走っても面白いんじゃないですかね。ファーストランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。ランナー出ましたが、カープ得点には至りませんでした。6回終了、2対1、1点リードはカープです。これから7回、スワローズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。矢崎がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、やはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。ああ、なるほど。やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。いやー、ゾーンの隅っこですよね。コントロールしてますよね。はい、外のストレートがストライク。146キロ。縦のスライダー、ワンボールツーストライクです。この球は落としましたが決まりません。打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには代打の山崎。サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
が2球目。あー、いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。外れてボール。打ちました。これはショートライナー。バッターボックスには代打の西田。ツーアウトになっています。バッターは西田、背番号30。さあ初球は何か。インサイド、打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対1、1点リードはカープです。さあそしてここからはラッキーセブン。カープ7回の裏、カープの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17、清水が2番手としてマウンドに上がります。カープは代打を送ります。松山が打席に入ります。カープ1点リードで迎える7回の攻撃です。西さん、試合を決定づけるにはもう1点得点が欲しいところですよね。まだこれで大丈夫というようなね、点差ではないですからね。そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんよね。これは手が出ないか。あっという間に2ストライクです。目に外れてボール。インサイド打ち上げました。打球はライトへ。ライトが取りました。バッターボックス相澤。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。ワンアウトランナーありません。2球目は何で来るか。ファウルになります。打ちました。右中間へ打球伸びる。ここはフライになっています。ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスには代打のうぐさ。2アウトになっています。改めてお聞きします、バッターボックスのうぐさ、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、持ち前の走力でシングルヒット、ツーベースヒットにしてしまうような足で稼ぐバッターですね。そうですか。これが2球目。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。ノーボール2ストライクです。インサイド、ライトへ打球伸びる。この打球はフライになっています。この回カープ三者凡退です。7回終わって2対1、1点リードはカープです。これから8回スワローズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号20、栗林、マウンド上に上がっています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは西川。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。カープ1点リードで迎える8回です。さあこの点差を維持できるんでしょうか。まあプレッシャーもあると思いますけど、打者一人一人しっかり集中していけば大丈夫だと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。いいまっすぐですね。はい、低めにストレートが決まっています。ノーボール2ストライク。
3球目外れました。これが4球目。打った、ライトバックバックバックする、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張られました。まあこれはいいバッティングされましたね。さあ、そしてバッターボックスには北村が入っています。さあ、同点のランナーを得点圏に背負います。まあここをしっかり抑えれれば勝利も見えてくると思いますから、集中したいですよね。なるほど、そうですね。牽制、タッチもセーフ。バントしました。あーっと、ファウルボールです。もう一球牽制球、二塁タッチもセーフ。ファウルボールです。今のは変化球を狙っていたようなファウルでしたね。送ってきた、あっとバント失敗に終わりました。さあ、そして打席には青木が入ります。ここでのこのバッターはバッテリーも嫌でしょうね。さあ、ワンアウトになりましたがピンチは続きます。まあここを抑えきれば勝利も見えてくると思いますから、ここは踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。二塁牽制、タッチもセーフ。外角低めのストライク、すぐに追い込みました。このピンチ空振り三振に切って取りました。まあここは2アウトになったんで、だいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。ランナー二塁はそのままです。二塁ランナーを気にします。二塁タッチもセーフ。初球打ち、文句、突き刺さった。村上、これぞ4番の一振り、逆転ツーランホームラン。カープ、この終盤痛恨の逆転アーチを許しました。カープ、逆転を許します。3対2、相手主砲の一振りでした。この回1点ビハインドに変わります。もちろん警戒はしていたんですけど、ここで逆転となるホームランを打たれてしまいました。いやー、ちょっと厳しくなってきましたね。すでに試合は終盤戦、ここでひっくり返されました。バッターボックスには代打の並木。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。まあもう少しリードできるといいですけどね。そうですね、この起用に応えたい。初球は何で来るか。打ちました、セカンド正面のゴロ。セカンド取る、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回スワローズ貴重な得点でリードしました。3対2、スワローズ逆転に成功しました。スワローズ8回の裏、カープの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。背番号12、石山がマウンドに上がります。秋山、バッターボックスに入ります。前の打席はツーベースでしたからね。はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。カープ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。さあ2球目は何か。ストライクになります。146キロ。
さあ3球目は何か。打ちました。山田アウト、ワンアウト。バッターボックスは2番野間。先ほどの打席で一時逆転となるタイムリーを放っています。ワンアウトランナーなしです。初球は空振りです。次が2球目。